ジスマンは、メキシコのプロレスラー。本名、ケビンチ・トラリサモラ。メキシコ州ビジャーニコラス・ロメロ出身。カネックに指示し、プロレスラーとなるためトレーニングを開始。1996年7月3日、トラルネ・パントラで、バズのアレナ・ロペスマオースにて、M-357 なる、リングネームのマスクマンとして、プロレスラーデビューを果たす。2000年、現在使用している。 リングネーム、チェスマンへと変更し、マスクを取って、フェイスペイントを施すようになる。2001年、トリ AAA 所属となり、チャーリー・マンソンがリーダーを務めるユニットである。ブラックファミリーへとメンバー入りし、ブラックファミリーのメンバーではないが、長年の交友関係があったシュベルネティコと共闘。2005年、ブラックファミリーから脱退し、ラセクタへと移って、テクニコに転身。 2006年、ヘルブラザースを結成し、再びルードへと転身。2010年10月1日、PPV であるヒーローインモータルズにて、杉浦隆が保持する GHC ヘビー級王座に挑戦するが敗戦した。2011年10月9日、アビスとタッグを組んで、AAA 世界タッグ王座を奪取。ありがとうございます。